今、阿寒の方に住んでて、まあ、先ほども話したんですけど、まあ、仕事の関係で住んでて、まあ、今月いっぱいで辞めるということで、今、完全にニートみたいな感じの、自堕落な生活を送ってて、まあ、今回、こういう場をいただけてありがとうございます。先ほど、スタジオの、ビスタジオの方でもお話ししたんですけど、フランプールと小袋の曲をやりたいと思います。最初にフランプールさんで、オーバーザレイン、光の橋という曲を聴いてください。喋りが下手なんで、もうこういうチューニングやってる時は無音になるのが本当怖いんですよね。で、何喋ろうかなって思ったら、この曲、Google 先生で、ちょっと聞いてみたら、もうちょうど10年、11年前、2008年の曲だったんですよね、この Over the Rain っていう曲が。できても10年も経つんだって思って、今僕24歳なんですけど、当時10年前って言ったら多分中学2年とかそれぐらいで、残念ながら中二病にはかからなかったんですけど 中二病じゃなくて普通に怪我を、これでも昔テニス部で、外で駆け回ってたんですけど、そのテニス部のテニスの部活終わった帰りに部室から出ようとした時に、横の開きの扉だったんですけど、そこに指挟んで、グロい話、爪割れたんですよね。
まあ、本当に10年前だったらそのぐらいの出来事しかなくて、めちゃめちゃ痛いっていう思い出しかないっていう、まあ、あの打足な話でした、それでは最後の曲になります。小袋さんで風という曲です。聴いてください。ありがとうございました。